マスターズクラス40代のクラスの表彰です。総合でも第3位になりました長田さんがいらっしゃいます40代のクラスの表彰を行ってまいりましょう。マックスマスターズクラス40代クラスです。優勝はゼッケンナンバー21チーム平野長田和美選手、おめでとうございます。第2位になりました、ゼッケンナンバーは39番トレンタクワトロ鈴鹿山崎学選手、おめでとうございます。第3位です、ゼッケンナンバー38番メカニコヒーローズ岡本純二選手、おめでとうございます。3選手におなじみの3選手に表彰台にお上がりいただきました。それではトロフィーをお渡ししてまいりましょう。40代クラス長田選手優勝おめでとうございます。山崎選手その小ささに驚きが隠せないということですが、第3位岡本選手でした。それではお話伺いましょう。長田選手、このマスターズカップはいかがでしたか？ちょっと、なんだろう、防戦一方ではあったんですけども、バトル楽しかったです。ちょっと苦しかったっていうことですか？そうです、決勝後半苦しかったですね、はい。それはこうタイヤとかですか？タイヤです、はい。なるほど、今回は D2 タイヤでということだったので、なかなか調整するの難しかったようなことも聞きましたけれども、まあ、でもいかがでしたか？そういったことも含めましてマスターズカップは。まあ、結果良ければ全て良しで良かったです。優勝おめでとうございました。長田選手でした。第2位でした山崎選手、いかがでしたでしょうか？やっぱエビですね。エビというのは多分聞いてなかった人もいるのでご紹介ください。前に進めなくて後ろばっかり行くっていう抜けないです、なかなか。今後のやっぱ課題ですね。課題です、はい。なんか名前も変更していくというふうに。山崎エビブでいきます第2位おめでとうございました。山崎エビブ選手でした。続きまして岡本選手、第3位おめでとうございます。ありがとうございます。今日は驚きの展開が始まりましたが、公式練習でのダブルチェッカーから始まる予選は後方からの追い上げとなりました。いかがでしたでしょうか？久保君を見習わないようにしようとしたら緊張して見習っちゃいまして、まさかのダブルチェッカーということになりまして、本当にいい見本を見せてくれたはずなのに、はい、全然役に立たなかったですね誠さんに続く存在になるかもしれないから、今度また優勝を狙ってもらいたいですね。はい、頑張ります。第3位おめでとうございました。岡本選手でした。それではフォトセッション参りましょう。じゃあ真ん中お願いします。どのクラスもちょっとトロフィーを上げてくださっていますので、ちょっと掲げていただけますでしょうか。マスターズクラス40代クラスの表彰が行われています。優勝を飾りましたのは長田和美選手、総合で第3位となりました。第2位には山崎学選手、第3位岡本純二選手でした。おめでとうございました。